はははい皆さんこんんここににちはこんにちは久しぶりの動画になるんですが、うん、今なんでこの動画を撮ってるかというと戦時中にですね国にに避難に来てる時におばあちゃんの地域国頭村というところに、えー、沖縄の読谷村というもう780キロ以上離れてるような地域から、えー、歩いてですね避難してきた方々の、えー、ご家族を、えー、こう避難場所として受け入れをしていた時にもうあまりにも食料がその時なくて。 もう持ってるものは食べ物ではなくてこ本当に着物着てるものっていうものしかなくてそ,<う>そ,その着物をどうかあの食料と交換してもらえないでしょうかというふうに、えー、おばあちゃんのお母さんに、えー、相談したところそれでまあ米と交換という形をとったそうなんですけれども、まあ、米産業でしたで。その着物を、えー まあおばあちゃんのお母さんの方がまあこれはとっても大事なものだからあの大事に残しておこうねというところでずっと残していてでそれをまあおばあちゃんが引き継いでずっと管理をしていて久しぶりにこのお家の整理をしている時にあこの大事にしていた着物っていうのをう見てその時一緒にいたその持ち主の方にこれを返せたらいいなっていう思いで。 この前動画を発信したんですけれどもなんとその、えー、方とですね今からお会いすることになりましたはい、おばあちゃん嬉しくても今から嘘みたいで、はい、今から本当に、はい、ありがたく思ってます今からぜ<ひ>はいお会いしていきましょうねいはいはい、お願いします一緒に行きましょう よかった。<laughs> こんな時代もあったんだ。嬉しいな。よかったね。もう。今。今日。お会いして。いろいろ話して本当に。ああ、よかったと思って。持ち主に会えて嬉しくて。もう。涙が止まらないぐらい。<laughs> とにかく二人仲良く話して過ごしてきましたけど本当に戦争時の向こうの寂しい思いはつくづく感じましたよもうあのおばあちゃんとその着物の持ち主の方がお会いした時にこの僕も聞いててすごい心にくると言葉があったんですけどあのー。 戦争は勝っても負けてもあの亡くなる人がいるからそうもうそういうのはやっちゃいけないよねという話とまたこの上でですねこの食べれないという上であの亡くなられた方非常にあの多いんですね沖縄って。僕の母のお兄さんも餓死で亡くなったと聞いてます。 なのですごいあの合詞者というのは非常に多かったっていうのも聞きながらそのお会いした着物の持ち主の方が、まあ、おばあちゃんのことを命の恩人というふうに言っていましてやっぱりあの今 SNS というものであの他人の他人と他人がこう簡単につながる時代ではありますけどもやっぱり実際ね実際やっぱお会いして、うん、お話しして手をつないだり。 抱き合って本当に何とも言えない気持ちでした、うん、本当にああよかったいいことをしたっていう自分の心の思いこれ、うん、本当に母のうちの母自分の母の思いが通じたんじゃないかなと思って、うん、つくづく感じてますよ今日雨降るという条件だったのよ。 だけどそれもちゃんと晴れて、うん、何のあれもない外もあれがないで読壇から来た人たちもみんな楽しいひと時を過ごすことができてとても良かった天気が恵まれて良かったですいやいい本当にね恵まれましたね今日はね最高あのー、不思議でたまらん不思議です、うん、大雨注意報って北部の方のテレビの宣伝もあったんですよ だけどそれがみんななくなってきれいに晴れてくれましたね。はい。だからこれも人人のあれかねと思う感じするぐらい感謝感謝でいっぱいです。うん、本当ですね。この機会をあの用意してくれたあまあヨミの方のミュージアムの方と、えー、そのつなげていただいた RBC さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当に本当に本当にありがとうございました。 沖縄戦というものをまあもう75年経ってるのかなそうみたいね、うん、75年経ってみてまあ本土復帰50周年、うん、要はこの戦争が終わって二十何年ぐらいはアメリカの統治下でどっドル時代360円のドル時代だったのよね、うん、それがあれしてまた日本復帰して日本パスポートもやって 作って日本語行ったりしたりもしていんだが、うん、日本復帰してそれから今現在は平和に過ごしてる感じですけどね、うん、50周年でもまだまだ何かとみんなが本当に心,に心を一つにして、うん、同じ人間一人,一人二回も三回も。 生きるということはないと思うのよ。だから一生に一度しかない人生だから、うん、みんなが手を取り合って助け合いつつやっていけたらいいなと私はいつも思っています。どうか皆さんも前向きに頑張ってもらいたいです。よろしくお願いします。そうですね。やっぱりあの SNS っていうもので。 あの誹謗中傷とかもありますけれども、まあ、そこだけが、まあ、見えてしまう時もあるんですけどやっぱりみんながみんなでね<う>あの喜びを分かち合うようなうコメント言葉がけが増えていったらもっといいなと僕もおばあちゃんも思っています。人をね意地悪するような言葉をあまり使わない,使わない方がいいと思いますよ。 相手も自分のためにもなるのかなっていうのがありますねははいこれはもう絶対あると思ううん、もう残り少ない人生分かってるからみんなが楽しい人生を過ごすようにうちらみたいに私たちももうわずくしか残らないけど、うん、でもできる限りは頑張ってみんなに役に立つような人間になっていきたいなと思っていますよ。うん、いやおばあちゃん今日 たくさんありがとうございましたお疲れ様でしたはいはいはい <laughs> とにかく皆さんハッピーニューイヤーズ <laughs> <laughs> まっ月だからお前 <laughs> <laughs> いいよいいよ新しい年になるよう、ね、に、はい、あ、そうだね、うん、新規一点うんはい、頑張りましょう <laughs> <laughs> 乾杯。乾杯。